昔々あるところに、とっても可愛いアイデレラという女の子と、とても意地悪なママ母と、その子供、二人が一緒に暮らしていました。アイデレラさん、あなたお掃除済んだの？はい、お母様。今日の分のお掃除は済みました。いつもいつもありがとね、アイデレラ。お掃除してくれて助かってるんだぞ。アーニャさん、ミツリさん、そんな感謝の言葉は不要です。はい、お母様。今日はお城で王子様がパーティーを開催されます。ミツリさんもアーニャさんも王子様と仲良くなるために、綺麗にお着替えをしてお城へ向かいますよ。アーニャ、お城のパーティーとか興味ないんだな。私もアイデレラと一緒にお家で遊んでいたいわ。お姉様たち。二人とも王子様とダンスを踊って王子様と結婚するんですよ。はーい。アイデレラ、お留守番させちゃうけどごめんね。一人で寂しくなっちゃうけどごめんな、アイデレラ。いいえ、お姉様たち楽しんできてくださいね。それじゃあ行きますよ、アイデレラ。しっかり留守番しているように。それでは。じゃあね、アイデレラ。またね。アイデレラ、お城のパーティー行きたそうね。そうだな。でも、お母様に内緒でアイデレラを連れて行くわけにもいかないし。そうね。お母様、アイデレラに当たり強いもんね。そう、アニャたちは新しい兄弟として仲良くやっていけそうって思ってるけど、お母様はなんだかアイデレラのことをちょっと気が合わないみたいね。だんだんと仲良く家族になっていけばいいな。そうね、私たちが頑張りましょう。うん。何ブツブツ言ってるんですか？早く行きますよ。はい、お母様。はぁ。お姉様たちとお母様たち、パーティーへ行ってしまったわ。私もパーティー行きたかったなぁ。でも、いつものこの服装しか持ってないし、パーティーに行くにはちょっと派手すぎるかなぁ。お城のパーティーって何着てけばいいんだろう。もうちょっと白い上品なドレスで、青も入った可愛らしいドレス着てみたいなぁ。そして王子様とダンス踊ってみたい。その願い、私が叶えましょうか？わ、誰ですか、あなた？私は魔法使い忍です。あなたの願い事、パーティーへ行きたいという夢、叶えてあげますよ。本当ですか？でも私、このとっても派手なお洋服しか持ってなくて。大丈夫。素敵なドレスを着せ替えましょう。ビビデバビデブー。うわぁ！ほら、少し地味なドレスにお着替えさせましたよ。ああ、なんか私の思ってたドレスと違うな。もっとふんわりとした白い長いロングドレスをイメージしてたの。ブルーも淡いブルーで、差し色として少し入ってるのが理想。まあ、贅沢言っちゃって、せっかくドレス出してあげたのに。ごめんごめん。そのドレスならきっと、お城のパーティーでも王子様、あなたに注目してくれますよ。本当？さあ、パーティーへ急いで。わかった。ありがとう、魔法使い忍。どういたしまして。素敵なパーティーになるといいですね。あ、ここがお城か。すごいキラキラしてる。はあ、本物のお姫様もいる。やっぱり、ドレスって言ったらあんな感じイメージするよね。あの魔法使いお洋服のセンスあんまりないんじゃないかな。はあ、もしかして、あそこにいるのって、王子様？やだー、かっこよすぎる。サラッサラの金色の髪に吸い込まれるような青い瞳。そうそう、あの瞳みたいな淡いブルーを差し色にしたドレスが良かったの。白を基調としたね。こういうんじゃなくて。おや、そこにいる綺麗な人、お名前を伺っても？あ、私の名前はアイデレラです。もしかしてあなた王子様ですか？そうです、僕は王子様です。もしよかったら一緒にダンスを踊ってくれませんか？喜んで。なんて夢のような時間なの。王子様かっこいいし、ダンスも上手。おや、あそこに踊っているのはもしかしてアイデレラ？もしかしてアイデレラが王子様と踊っている？どうしよう、お母様にバレそう。逃げないと。ああ、ちょっと待って、美しい人。美しい人と言ってる。アイデレラではなさそうですね。
はあ、とても美しかったな。おや、こんなところにあの人が履いていた落とし物のガラスの靴が。あの人にもう一度会いたい。押せる。このガラスの靴を手がかりにしてあの人を探し出そう。危ない。お母様に見つかるところだった。あ、いけない。私の貴重なガラスの靴、お城に落としてっちゃったっぽい。ああ、明日から裸足で生活しなきゃ。ああ、でも王子様すごくかっこよかったな。優しかったし。お城で王子様とダンスが踊れたなんて夢みたい。一生に一度、そんな経験しただけでも素敵だな。はあ、夢みたいないい思い出だった。ただいま。アイデレラ帰ってきたぞ。お留守番ありがとね。あ、お母様にお姉様たち、お帰りなさい。お城のパーティーはもう終わっちゃったんですか？そうなの、王子様が急にパーティー中止って言って。でもごちそうたくさん食べれたからよかったんだぞ。すみません。あれは王子様。どうしてこんなところに？足跡をたどってきたんですが、ここにこの靴を落とされた方はいませんか？あの靴って、アイデレラが大切にしていたガラスの靴だ。おや、これは一体どういうことだい、アイデレラ。その、あなたは、さっきパーティーで僕と踊ってくれた人ですよね。この靴、落としましたよね。はい、落としちゃって、届けてくれてありがとうございます。いえいえ、急にこんなこと言って驚かれるかもしれませんが、もしよければ僕と結婚してくれませんか？結婚？アイデレラが王子様と結婚？とっても嬉しいけど、まだアイデレラと遊びたい。お姉様たち。もちろん、お姉様やお母様も一緒にお城に住んでもらいますよ。部屋もたくさんありますから、とびっきりの部屋を用意します。それは本当ですか？本当であれば、私の娘たちを王子様と結婚させたかったんですが、何の勘違いかわかりませんが、このアイデレラと結婚したいと言ってます。私たちもお城に住めるならいいとしましょう。さあ、アイデレラ、王子様と結婚しなさい。お母様、わかりました。王子様、結婚しましょう。よかった。こうしてアイデレラたちは、王子様と一緒にお城でとっても幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶのよろしくお願いします。